こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は、YouTube の、著作権コンテンツ ID システムに対する、異議の申し立てに関するお話です。最近ですね、話題のゲーム、ウマ娘プリティダービーをやっているんですけれど、なんとね、その、ゲーム実況動画に関して、コンテンツ ID システムによる、著作権の、異議申し立てが、2件ほど来てました。ただね、ゲーム会社の、株式会社サイゲームズの方では、ちゃんと YouTube に投稿することと、YouTube で収益化することは、認めております。そして、過去にね、2本ほどのウマ娘プリティダービーの動画がコンテンツ ID システムの、申し立てで、制限があったんですけれど、異議の申し立てを行ったら2本ともね、撤回されまして、きちっと収益化することができていたんですが、最近もね、1本の動画について、コンテンツ ID システムによる、著作権の、申し立てが来てます。今回はね、その、対応について、異議申し立てを行うというね、処理をやってみたいと思います。はい、まずはね、確認したいと思います。ウマ娘プリティダービーの、ホームページでございます。ニュースのところに、追記ウマ娘プリティダービーをプレイする際の配信ガイドラインということで、3月4日に、追記、されております。YouTube においてゲーム内に使用されているテレビアニメウマ娘プリティダービーの音楽が原因となり、コンテンツに対して著作権侵害の申し立てが行われましたといったアラートが表示される現象を確認しております。本件についての記載を追記し、配信ガイドラインを更新しましたという中の、この1って書いてます。お客様はコンテンツから取り込んだゲームプレイの動画や静止画を共有サイトに投稿することができます。ただし、以下に記載のある共有サイト以外への BGM を含む動画投稿行為は禁止いたしますということで、ゲーム BGM を含んだ動画を投稿できるサイトに YouTube があります。そしてその下に、次に指定した収益化プログラムシステムによるものに限り収益化が可能です。なお、これらの収益化プログラムシステムの指定は随時更新されます。その下に、利用可能な収益化プログラムシステム一覧ということで、YouTube パートナープログラムというのが、書いてあります。そしてね、その後こういった、のが来たんですね。コンテンツ ID を使用している著作権者がお客様の動画内のコンテンツに対し申し立てを行いましたということで、あれと思ったんですね。先ほどの配信ガイドラインでは、特に YouTube で動画投稿でも問題ないよってのと、収益化も問題ないよって言ってる割には、こういったのが届いたので、異議の申し立てを行いました。はい、そうしましたら1週間ちょっと経ってから、YouTube の方からお客様の異議申し立てを確認した後、ランティスカンパニーリミテッドさんは YouTube 動画への著作権侵害の申し立てを撤回するとの結論に達しましたという、メールが届きましたんで、また元のようにね、収益化することができました。で、今回なんですが、ランティスさんというね、ところとは違う楽曲を管理しているネクストーンという会社の方から、あとウマ娘の方のプリティダービーの動画おかしいよって来てるんですけれど、これはね、著作権の申し立てというよりも、同じコンテンツ ID システムを使って収益を受け取ることができますって、収益を分配しましょうみたいなことが来てるんですね。
あれこれもおかしいよねということなんで、まあ、今回ねまた異議の申し立てを行おうかと考えております。はい、この動画ですね、僕ね著作権侵害の申し立てって書いてますんで、ここ、詳細を表示をクリックします。はい、そうしますと、表示、されますね。一応チャンネルへの影響はなし、公開設定で収益化を、著作権者と共有しますよっていうふうに書いてます。サイゲームズのホームページには、収益化、共有しますとか、そういったことは何も書いていないので、おかしいなと思ってますし、なんかね、カバーソングとして識別されてますとも書いてるんですね。カバーソングということは私が歌を歌っているっていうことになるじゃないですか。僕は動画再生って確認したんですけれど、そういったわけでも何でもないんですね。だからなんかね、 YouTube のコンテンツ ID システムの AI がおかしくなっているのではないのかなというところもありますんで、一応ね操作を選択、ちょっとマウスがおかしいで、この異議申し立てを行おうかなと思ってます。まあ、これを行うためにね、あらかじめ文章をね考えました。はい、その文章がこちらです。まあ、結構長くねバーッと書いてるんですけれど、根拠っていうのがそのサイゲームズの、ウマ娘プリティダービーのサイトに書かれてあります、さっきご紹介した、ウマ娘プリティダービーをプレイする際の配信ガイドライン、そこをね、抜き出して、そういったことを根拠にして、異議の申し立てを行いますみたいなね、文章をね、作ってみました。これをね、送信したいと思います。はい、ではまたこの操作を選択をクリックします。そして異議申し立てクリックします。でこれは、何だろう、タイプの選択とかなんとか書いてますね。でこれ、チェックを入れましょうか。でこれ次へをクリックします。タイプの選択、オリジナルコンテンツライセンスフェアユースパブリックドメインとあるんですが、というかライセンスですね、許可は、ね、得てるというか、サイゲームズのホームページに書いてますんでね。はい、そしてこちらは、チェック、はい、入れます。はい、それ次へに行きます。で、理由の説明、先ほどの文章をねコピーペーストしたやつをずっと書いてるやつをね入れました。でこれチェックつけます。でここは、本名、お名前、自分の名前、はい、入力を、しました。はい、これで OK ですね。はい、これで結果、どうなるのか分かりませんけれど、一応、申し立てを行います。はい、これで送信をクリックします。はい、異議申し立て送信済みということで、確認のために異議申し立てが、申し立て人に送信されますということですね。はい、30日の確認期間が与えられます。結果はメールでお知らせしますって書いてます。はい、これで、結果を待ちたいと思います。ここに、動画の収益化は保留されてますってあるんで、30日以内に、結果が来ます。で、まあ、エスクローになってますね。はい、とこれ、保留になってます。はい、ということで、異議申し立て完了です。はい、今回はね、きちんとした根拠があったから異議申し立てを行ったんですね。根拠もなく、何の書類もなく、何もなくて異議を申し立ててもこれはダメです。ちゃんとね、どこどこに書いてあったって書いてあった文章を使うとかね、何かしないと、根拠がないと、認められませんので、その点ね、十分にご注意ください。はい、ということで今回この件で失礼します。
YouTube に関してね、作ってほしい動画、リクエストございましたらね、コメント欄に書いてください。そしてチャンネル登録もね、よろしくお願いします。